はい、えー、こんばんば、えー、ともう今日、ね、ニュースでいろんな人も動画とか上げてますし、えー、X でもかなりのポストがありました、青春18切符の解約についても解約と言わせてもらいますが、えーでね、賛否両論という点もありますけど、賛否と言っても、まあ喩の方が圧倒的に多いようです。 まあ当然思います。賛、えー、の方は、まあ、ひょっとしたらあの忖度して賛を出してる人もいるかもしれないですけどね基本的にはまあ火、えー、の方が多いのかなと思いますね。えー、でまあ解約の,の内容についてはもう他の人も挙げてるからもうここではもう述べないとしてですね、えー、その結果何が起こるのかということで、まあ、最初ね、えー まあ不不明になるから利用客減るやろうなぁと思ってそれではまあ収益も悪なるやろうなぁとで、えー、それを口実にあの収入権が収入切符になって、えー、使いにくくなって結局なくなりましたみたいな物語になるのかなと思いきやですねあの改めて昔を振り返ってみると実はそうでもないのかもしれないというところであえてここではその話をさせてもらおうと思います。でねえーえー、僕もあのツイッターの方で、えー ちちょこちょここっと話させててもらいましてで、あの、まあ、今回のこの開薬をもって18期部終わったと多分思ってる人多いと思うんですよ。えーでね、僕、歴史を振り返ると、まあ、僕の中では青春ジャ人ジキープでもう何度も終わってるんですよ。えー、まあ、今回もその終わりの一つですよ。まあ、ちょっとね、そこを、ね、振り返ってみたいと思います。で、終わり方もね、いろんな面があると思うんです。えー、まずね、価格面の推移というのを考えると、最初、当初、あの、 伸び伸びきっぱいところ8,000円からスタートしてであの 6, 6日分ね4日プラスの2日分券で6日で1万円に変わりましたと、まあ、ここはそんな変わってんかなあの損得で言うとそんな変わってんかなと思いますねその後あの6日が2日間がなくなって5日有効の1万円になってここはちょっとなんかあ若干。 ねそれがまあ1万1万一千円になったこれはまああのバブルの経済もあったしちょっと高くなっても仕方がなかったかなと思いますでその後はあのは基本的には消費税分しか上がってないという形やったと思います、ね、価格面ではね、はいえー、続きまして制、ね、度面の方なんですけど制度面では当初はあのバラで使えた、ね、バラ、えーまあ、ちょっとバラになる前は5日間バラで1日ずつ バラで使いだからあの友達と分け合ってとかねあるいは転売とかもやりやすかったわけですよ。政教なんかではもう1枚単位で売ってましたしねで、えー、それが96年の制度改正で人 1, 1枚に5回分になったんであの分けつかんが非常に難しくなったというのが。 制、ね、度面で悪くなったのはそこかなと思いますね。あのそれは切符自体の制度面と。で、えー、取り巻く環境として三ク化が進んだということで、えー、平行在来線が第三セクターに変わりましたとかねローカル線が第三セクターに変わりましたということで18切符使えなくなってきたっていう乗れない線が増えてきたという、まあ、不便な面にも,も出てきましたと。えーで ダイヤ面っていう,ふうな考え方もしますとねあの。国鉄末期まで、まあ、61年11月まではなんとかかろうじてあの長距離頓行も普通に走ってたんで、えー、普通列車で、ね、長距離旅行するところが可能でしたそれがあの地域密着ダイヤという名のもとに、えー、ダイヤが細切れになっていって山陽、えーね、本線なんて。 京都始発乗ったら浜田まで行けたんがもう今その辺で乗り換え福寿山まで行くやつがもう長距離と言われるぐらいのダイヤになってるわけですよ東京までも何回乗り換えさせないぐらい乗り換えになってますわえだからそんな、えー、ダイヤミング不明になったこともありますでもう一つね夜行列車ね夜行列車ねこれもあのムーンライトでちょっと一瞬便利になっちゃうじゃないかっていう意見もあるかと思うんですけどもあれはちょっとねあの 夜行定期の夜行列車を廃止しすぎたからちょっと揺り戻して戻したんかなと思います例えばあのムーンライト、ね、元祖ムーンライトはあの、えー、長岡夜行か上越線の長岡夜行がなくなったことによってえー、まあ当時のスキーの需要とかあれはスキーじゃないかなごめん間違えた、えー、あれ佐渡の夜行やったかな本来はなええーね、それのまあまあ 上越夜行がなくなっていったのはまあンライトになったというのもありますし、えー、四国の、ね松,山えー、っと松山と高知あれはもともと高松発の、えー、機動車の夜行やったわけですよねでムーライト八重垣はちょっと経路違いますけどまあサイン号やと思えば、えーねまあ、臨時列車で、えー、しかも復活してへんわけで定期列車でなかったわけですよということを考えるとあの決してそのムライトなった が増えたっていうんじゃなくてもともと定期の役割が臨時化されてちょっと形が変わったというふうに見,見方の方が多いかなと、えー、正しいかなと思いますね。でねそういったあの、えー、価格面制度面、えー、ダイヤ面、まあ、アコモデーションの大変大変性になってあのアコモデーションも悪くなってきましたというのもありますね。そういいっったいろんな解約がずっと、まあ ね、その終わわりが何回もあったわけですよで時代的に見ると、まあ、最初の終わりが86年の1月やったかな昭和61年の11月大改正ね、えー、長距離ンコ時代の終わりとあれでも完全に大はもうバラバラになってしまったから長距離ンコがなくなりました、えー、この時もまあ思いましたしその後ねあねローカル線がほとんどなくなってしまったのが633大改正88年の3月ね えー、長内4線の整理で、基本的にローカル線はの整理が終わりましたと、乗れる線がなくなりましたよと、でさらにその後九96年にあのバラで使えたものが1枚になってしまったというのが解約がありましたと、でさらに2019年にムライト最後のムーライトの流れがなくなったことによって、夜行列車は完全になくなりましたよと、でこ,ここまで,で、ね、あの4回終わってるんです、でまあ、僕はもうそのその度ごとにあもう18規模終わったと。 1 8ケープ使う人もなんかいいんようになるやろと思ってました。で、今回ね、また終わりが来たわけですよ。今回の解約も中身は説明しませんけど、今回もうな、えー、解約がありました。で、これを見て、やっぱりねあの、ツイッター見てると、終わった、終わったという意見がまあ大半のようです。で、まあ、あの不便なという面では、もう解約やし、終わったと思いますよ。でも、これはあの完全に終わったんじゃなくて、5回目の終わりが来ただけなんで、多分このあとまだ。 あの続くと思います次、まあ、次6回目の終わりがあるのからもうそれでなくなってしまうかわからないですけど。というのはですね、あのー、これ昔からずっと乗ってるとこれどん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 こうやって終わりが来てあの不便になっていったっていうのが見えるんですけどどうししてても、ね、これ新しい層が入ってきますそうするとねあの昔の便利なこを知らんからあの乗り換えは不便だけど、まあ、安いから仕方ないよねとかねあるいはコンデで座れへんけど、まあ、安いから仕方ないよねって。 僕、そんなもんやと思ってる人にとってはね。そんなもんなんですよ。で、また18きっぷ安いし、この全国乗り放題でだって。3日間え1万円そのう。運ぶじゃないかっていう風に多分思うんです。初めて使った人はで、えー、多分ね。あの youtube とか。でもその新しい層に合わせた動画がこれから出てきます。なのでね。あの今回？ えー、これで18期終わりだともう誰も使うようになれろこんな不便なもんって思ってる人はねそれは僕がもう過去4回思ってきたことやから多分ね一つは一時代前の歴史の語り部になるということですあの同じ感覚を、まあ、か分かってほしいなというところでこんな話しました解約、まあ、がどうなったとかいう話は他の人もやってると思いますんでちょっと視点を変えた話でした。はい終わり